ロンドン二日ロイターから、英王室のヘンリー王子と婚約者、メーガン・マークルさんは、5月19日の結婚祝賀行事に、一般市民2500人以上を招待する計画という。ケンジントン宮殿は、ヘンリー王子とメーガン・マークルさんは、新郎新婦及び、来賓のウィンザー城到着や城からの馬車行列の見学に、2640人の一般民を招く、 との声明を発表した。対象となっているのは、二人が関わっている、事前活動の関係者や地元学校の生徒と、地元民、及び、様々な背景や年齢で前衛から選ばれた、一般市民1200人。声明はまた、二人は、一般の人々にも祝賀に参加しているという気持ちを、感じてもらえる演出にしたいと話していると説明した。